毎回書いたものがもらえる世界で PVP 対決、早いわ早いわ、ちょっとということで今回もですね、こちらにね、まあ皆さん絵が描ける場所があるんですよね。絵と言えてるものは今回ね、絵が描けるんですよ、この世界。そう、落書きばっかやな。落書きばっかなんですけども、やばいね、ちょ手とのところだけちょっといじめられすぎというか、天才バスっていうのがちょっと好きやな。ちょっと大丈夫か、ちょっと大丈夫、これ誰が描いたの。俺お前かい。今回ですね、こちらの、まあ、白いところに1人10個あるんですけど、これを5分以内で欲しいアイテムを書くんですよ。で、その欲しいアイテムがもらえるんですよね。で、それを判定するのはまた別の方、もうここに今回ね見えない神がいるんですけど、その人が絵を判定するんですよ。多分ここら辺にいいね。ここら辺いる。じゃあとりあえずですね、ちょっと絵描いてもらって1個だけ、あのテトさん自分のところの白いところに1個、あの何かあの描いてください。僕らがちょっと判定します。それいいよ、わかった。豆腐描いてねえんだよ。あ、豆腐やけど。ああ何何いや。これリンゴって言ったらプロスケのちなみに何。リンゴじゃないよ、さすがにこれリンゴじゃないよ。ちゃうな、ほんまに。何これ何これ、で、なんなん。いや、ちょっと待ってな。え、これ食べ物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 。これ目、ほなじゃあ電源ボタンちゃうか。あ、クモの目。まあ、これを書いたやつを神がね、ここにいる神が判定するんですよね。例えば、もうそれをリンゴって言ってくれるか分かりませんけど、まあ、判定してくれるわけです。電源ボタンもらえるかもしれない。電源ボタンないよ。まあ、とりあえず何かのアイテムに交換してくれるんですよね、書いたアイテムが。うん、それで、PVP をすると。いうこと。なるほど。今回はね、もう PVP 力も必要だけど、ね、絵の能力もいるということで、まあ、あの学名の絵うまい4人が来たということで、ちょっと今回頑張っていきましょう。みんな、はい、あの終わるまで見ないでね、他の人の絵。はい。見ないように。見ないように。あのちょっと5分経った時にみんなの絵を見よう。ちょっと気になるな。気になるけどね。じゃあ行きまーす。行きましょう。よーい、スタート。いや、これは。これ大事よ。てか、アイテム見たらダメだからね。みんな、あの、想像で。みんな急に喋らんくなるやん。喋って喋って。喋って。こういうの喋らないから。よし、一個かけた。一個かけた、俺も。マジで、はいや。いや、これね、マジでクソ適当なもん書いて何配られるかちょっと気になるか、ちょっとめっちゃ適当なもん書くわ。一個ぐらいありかも。大丈夫、テッド気にしないで。お前が普通に書いても適当なもんだから。なるほど。確かにな。なるほど。顔書いとこう。いや、これわかるだろう。これうまいぞ。これうまいうまい。じゃみんな真剣になりすぎ、みかんさん。あガチ。みかんさんやめろ、本当に。ちょっとみかんさんガチらないで、みかんさん。マジガチ。あうまっ。あうまっ。あうまっ。あと何書こうかな。肉書くかさすがに。でしょ。何個か同じもん書いておかないとね。もう判定ミスるときありますんで。一個さ、みんなさ、ちょっと一個さ、あのなんていうの、神の判定に任せる絵描かん。一個。あ、一個だけ書きましょう。一個だけ。一個だけ。なんだ、正直自分でもこれっていうのはっきりないけど、神の判定に任せると1個かっこいいやん。書きましょう、1個書きましょう。じゃあもうせっかくなんで、だからさ、例えばみかん書くっていうのもありなんよ。なんでだ、俺ペンギン書くもん。あと半分ですね、2分半。あ、もう書き終わったよ。あ、終わった。じゃあちょっとあの待機で。え、俺割とやばいかも。ちょっと早く書かないと間に合わへん。いや、どうしよっかな。とりあえずこれは書いてるね。頑張れ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 。何がいるかはよく分からへんけど、何がいるんだろう。俺アイテム何がいるか分かんねえな、ほんまに。あ、ちょっと汚んな。いや、これは分かるだ、これ分かるだ、分かるだ。何しよう何しよう。じゃもう一個大剣書こうか。もう一個大剣ないとちょっとしくじられたらやばいしな。大剣しましょう。もう一個、もしこれで剣なかった時エグいから剣もう一個書こう。エグいな。剣2個ぐらい書かないと、もうマジでね、判定する人がね、もうミスったらえらいことなんで。ミスというか、まあそう見えたらしゃあない。自分の剣を信じている。あと、いや、うまっ、うまっ。これどんぐらいうまいかっていうと、いや、焼肉定食ぐらいうまい。いやいや、場所によるでしょ、それは。残り22秒。やばい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 。ないな、なひどいな。弓もらっても矢がないとあかんか。やば、忘れてた。あ、やばい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 。1個壊れた。1個消そう、1個消そう、飛んで。やないとやないとやばい、やないとやばい。もうひど、いや、もうひど、頑張りました、最後の最後に。じゃあ皆さん、あの絵どんな感じで。あれ、これ金リンゴは共通であるんだ、みんな。みんなあるね。いや、俺エンチャントされてっから、これみんなおもろくない、これ。いや、わからんやろ。いや、わかるやろ、この光沢は。
で、この、なんなのこの水の。え、それスピードポーション出てくるかなと思って。あー、ガラスの水瓶やろ。え、これなんなんだそれ、やーやーやーって。待って、TNT 置いても着火剤ないのこれ。アホだ。ほら。アホだ。これはダイヤフルとマグマと、まあ、何かしらの、あれやな。あー、わかりやすい。はい、もうこれわかります。ダイヤ剣。ダイヤ剣、うん。リンゴ、ステーキ。パンじゃないのこれ。まあまあ、どっちでもいい。正直どうする生のかぼちゃ来たら。どっちでもいい、ね、どっちでもいい、ね、あの食べ物が来たらいいなっていう。防具はないの？あ、ないわ！ないわ！ないわ！え、ないわ！ないわ！ないわ！いや、ないわ！ないわ！ほんとだ！やば！え、ないわ！おっと！これは剣なのか。ギリギリ。これツイッターちゃうこれ。ツイッター？トリア。トリア？で、これが、まあ、これはよくわからない。一個遊んだやつね。はい。あの、両津勘吉の前に行くと、あ、盾忘れとった。盾か、あー、そうすえ、あ、やべえ、俺ご飯ねえ。剣、帽子で、これが不確定要素。なんか、エッグ系来てくれたらいいなと思って。はい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 。おにぎりとか来たのもんや。これ、おにぎり来た食料やと思う。で、これがダイヤチェスト。で、これマグマ、うん、で、ダイヤのズボンに靴に弓。じゃあ、とりあえず、ちょっと神を呼んで、ちょっと判定してもらいましょう、これは。ということで、行きましょう。見ましょう、はい、入れてくれたんで。はい、オープン。じゃあ、自分の見てください。はい。おー、金リンゴあって、ダイヤにあって、合ってる。ダイヤヘルメット。合ってる。合ってる。ちょっと、あの、面白いの開けないとこ。合ってる。え、合ってなかったけど、まあまあ、ありでしょ。いやー、なるほど。お、いいね。よし、じゃあ、ちょっと自分からいいっすか。はい。はい、まあ、まずは、ダイヤフルは。はい、で、まあ、ダイヤ剣に金リンゴとマグマ行ったんですけど、弓とあの負傷の弓が手に入りましたね。負傷の弓も強い感じ。おー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 。あれ、エンチャって言われたっていうのと、あとこれなんですけど、ちょっと中開けてみてください、うん、これ。あ、マジで？あ、まだ入ってんの？はい。あー、なるほど。なるほど。なるほどね。あ、なるほど。剣力外の雪玉を手に入れることができまして。でも一番ぽいっぽいよね。まあ、僕、とりあえずね、はいはい、まあ、こちら、ダイヤ剣。はいはいはい、で、リンゴ、はい、これパ ン、 パンでした。パン、パン、で、まあ、これ見てください、みんな。これ中入ってるんで、ドラゴンの頭。あの、真正面から見た感じが、まあ、確かに、まあ、ドラゴンの頭で、うん、で、実はこれ土ブロックじゃなかったんですよ。お、え、おー、になったと。なるほど、はい、じゃあ他は合ってて、で、この矢がちょっと違うかったんですよ。あ、弱化の意味か。あ、まあ、ありで。で、まあ、これはみんなに、キリのポーションで、これが、弓っていう感じで。テトのこれ気になるんやけど。これなんだ、なんか入ってる。頭。まあ、普通に頭やった。あ、まあまあまあ。で、これちゃんとエンチャントされとった？エンチャントされてるんです。おーい、おマジ、おマジ、おい、これは、ここから、ここまでは良かった。あ、良かった。これがね、これ、透明化。透明化。相手に、意味ない。バフかけちゃうよね。あかんやん。いや、これおもろいな、これ。これ普通におもろいな。距離弱え、あの人。意味捨ててもうた。いや、でも俺、普通に食料戦されたら負けんです。ああ、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。ということで、このね、PVP ワールドで、この自分の書いたアイテムに、ね、任せてね、ちょっと戦ってもらうということで、もう何でもありです。壊しても、破壊しても、何でもありなんで。本当ですか？はい。あ、じゃあ、言葉攻めでちょっと精神的にダメージだったり。まあ、それもありです。もう何でもありです。生徒炎上。よく燃えるなぁ。なんだなんだなんだ。お前は焚き火か？なんで俺だけこんな表現になってるんだ？ということで、行きまーす。よーい、スタート！いやー、ちょっと、みんなね、変に動きたくないな、正直。みんな不利なものがね、絶対あると思うんで。金を食べとくか、俺もう、ただでさえ体力少ないから。あ、閉めたわ。何でもありやから、閉めた。閉めたぞ！飛んでるよ。うわぁ！うわぁ！びっくりした、びっくりした。マグマ置いたら消えたやん。テトさん、違う。使ってないかな、みんな、ちょっと。テトさん、え、やってんの？もしかしてもう。もうやってるの？え、もうやってんの？もしかして。やばい！全然体力支援減らんや、あいつ。マジ。俺、もう会ったら終わりなんよ。あったら終了なんよ。なるほど。いきやさん、おったわ。ちょっと待ってください。いきやさん、やだやだ。どこで
でやってる。やだやだ。お逃げだ！おい！逃げだ！おい逃げ！爆破した。あれ？作詞作詞を覚えれるとはこういうこと。大荒れなんだけど。ゆきやさんがさ、なんかさ、俺のことおびき寄せたらさ、部屋の中にさ、TLT ばっか置いてあってさ。いやこれ落ちたら終わりですからね。俺が破壊したとこ。チロチロ落ちたら終わりやから。いやもうこれは落とすための作戦。なんか。おおいいぞー。おやばい。じゃあ行かせ。え食らってないじゃないのこの。はい行かれっすよ。お透明化なってる。おいいよかっこー。あ逃げた出ちゃう出ちゃう逃げた。やばいってからでダメダメからでダメからで大丈夫。え、無理じゃないからでそんな。え、からで死んじゃうって。え、これ、金リンゴが、金リンゴが、金リンゴが、お金リンゴが光ってるな。金リンゴが強い。マジかよ。ということで、第1回お絵描き PVP は、テトさんの勝利ということで、テトさん、最後に何か一言お願いします。ザコをつく。